相手は優勝候補グランプリファイナルで優勝したペアです。ロシアのタチアナ・ドッドミアニーナとマキシム・マリニンです。今シーズン出た国際大会すべて優勝ですね。いやー、今シーズンは非常に安定してますね。はい、もうほとんどがですね、もう安心して見てられるという演技ですよね。グランプリシリーズで3勝、グランプリファイナルでも優勝しました。そしてヨーロッパ選手権でも優勝しています。非常に線の綺麗なペアですよね。はい、女性もそうですし男性も非常に姿勢の綺麗なもうペアですよ。2人のタイミングとポジション、もう非常に空中姿勢といい、もう申し分ないですね。綺麗ですね。ロシアのタチアナ・トットミア・ニーナ、マキシム・マリニンでした。非常に柔らかな、それも表現力のあるプログラムですよね。やっぱりこういうどっちかといえばあまり変化のある音楽でない場合っていうのはややプログラムっていうものはちょっとダルっていうんですか、はい、要するにちょっと間が抜けるみたいになりがちなんですが、はい、もうこの2人 の滑りっていうのは非常にスムーズに滑って、しかも一つ一つの内容がきちんとコントロールされてますね、はい、そういう意味ではもう本当に無駄のないプログラムって言えるんじゃないでしょうかね、はい、特に前のコーチから変わりましてね、バシリエフ、はい、これ世界チャンピオン、オリンピックチャンピオンになった人ですけれどね、はい、その人に変わってから余計雰囲気が良くなりましたね。でプログラムから言うとどっちかというとリフトやなんかでもですね、その非常に何て言うんですか、技術的にうんと難しいものをですね、これでもかっていうんじゃなくてですね、非常にシンプルに見えるようなものをですね、はい、きちんとこなしてるんですね。でももう非常にそのこなし方がもう無駄がなく、しかももうコントロールされてる。このソロジャンプでも2人のタイミング、ランディングのポジション、もう申し分ないですよね。はい、これもリフト、プレスから入っていって、実際にはここからそんな変化してないわけですね。降りるときにリバーサイドに下ろしてるわけですよね。はい、で、それにしても、ほとんどその他のペアほど、
空中の変化をしてるっていうわけじゃないですね。そうですね。だけど非常にもう安定感のあるもうプログラムですよね。この二人はともにシングル出身です。96年から組んでいます。まあどっちかといえば前はですね非常にあの綺麗なペアなんだけれどもう一つインパクトがないっていう感じがあったんですよね。やっぱ今シーズンはね非常にねあのコントロールされたいいプログラムを滑ってますね。はい、ファーストウォーカー 5.7 と 5.8、 そしてプレゼンテーション 5.8 と 5.9 です。いやーもうジャッジも頭が痛いです、はい、後ろにまだそのシェン・ザオいますからね。